上司にお願いするときは、プリーズは言わない。こんにちは。英語コミュ力テレビの河野ゆうこです。英語コミュ力テレビは、日本人ビジネスパーソンの仕事の英語デビューを力強くサポートします。今日のテーマは、上司にお願いをするときは、プリーズは言わないです。その理由と、じゃあ代わりに何て言ったらいいの？と、あ、これ言っちゃダメを6分間でお伝えします。最後まで見ていただくと、知らない間に上司にずうずうしいお願いをしてしまうという失敗を避けることができます。多くの日本人は海外の人から礼儀正しいって思われてます。普段家族やお友達とやり取りをする言葉以外に、敬語っていう丁寧な言い回しありますよね。で、英語って実際よくフレンドリーとかカジュアルとか思われてますけれども、実はちゃんと上司に対しては敬語にあたる表現でお話をします。それはどうしてかというと、人事権とか仕事の決定権は絶対的に上司が持ってるからなんです。で、私たちの多くは、学校でプリーズをつけると丁寧になるっていうふうに習ってきたんですけれど、実際はそういう時ばかりじゃないんです。で、例えばですね、文章の始めに、プリーズ何々してくださいとか、最後につけて何々してくださいプリーズって言うと、何々してくださいねっていうね、ちょっと強制力を感じさせちゃうんですね。で、日本語でも例えば、部長、10時に会議に出てくださいねっていうのを言う感じと同じです。これ言わないと部長はきっと会議に出てこないな、言っとかなくちゃっていうね、ちょっと強さがあって失礼ですよね。丁寧にきっぱりお願いする言い方。一つ目は、例えばデータを送っていただけますでしょうかっていうとき。I was wondering if you could send me the data. I was wondering if you could send me the data. というふうに言います。I was wondering の wonder は、何々かなーって思うという動詞の進行形です。それから過去形で I was wondering とか if you could っていうのは、英語って時制が一つ前になると丁寧さが増すっていうルールがあります。なので I was wondering if you could っていうと丁寧な言い回しになるんですね。丁寧にきっぱりお願いする言い方。二つ目はデータを送っていただけると助かります。I'd appreciate it if you could send me the data. I'd appreciate it if you could send me the data. これも今のことなのに、一つ時制が前になります。 I would とか if you could、 これは can you よりも could you が丁寧なのと同じルールです。もししていただけるとと控えめな表現ですけれども、何々してください、データを送ってくださいってきっぱり言い切るところが英語らしいです。で、最後に丁寧にきっぱりお願いする言い方で、絶対やっちゃいけないこと。お願いをするときってだいたい締め切りがありませんか？で、そういうときに ASAP、 ASAP、 As soon as possible という言葉をご存知の方多いと思います。でもこれは自分より目上の方には使いません。それからお取引先の方にも使いません。で、代わりに何て言うかっていうと、あなたが一番早く便利な時に、一番早くお手すきになった時にっていう意味で、 At your earliest convenience、 At your earliest convenience と言います。 Convenience っていうのは Convenient、便利なっていう形容詞の名詞形です。なので、at your earliest convenience と文章の最後につけます。とは言っても、さらに、例えば5時までにお願いしたいっていう、どうしても言わなきゃいけないとき。そういうときは言っても構いません。最後に5時までに。by 5 o'clock。ただし、その後に、そのやんごとない事情を付け加えましょう。書類を発送しなければならないのでサインしてくださいというような言い方ですね。そうすれば、失礼にはなりません。はい、今日は以上です。丁寧にきっぱりお願いするか言い方、振り返ってみると、一つ目はデータを送っていただけますでしょうか。 I was wondering if you could send me the data。 二つ目は、
データを送っていただけると助かります。I'd appreciate it if you could send me the data. そして最後に ASAP ではなくて At your earliest convenience。あなたが一番早くお手すきになった時にという言い方でした。動画が少しでも参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。ご感想もお聞かせいただけると大変助かりますので、コメントもお願いいたします。それではまたお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。